こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやっちゃんです。私はですね、普段から玄米が体にいいよ、だから玄米食べようねみたいな話を、ね、してるんですけれども、でも圧力鍋もないよ、土鍋もないよ、炊飯器にも玄米モードみたいなのついてないよっていう方が結構ねいらっしゃるんじゃないかなって思うんですね。で今日はですね、そんな方のために普通のお鍋でも炊ける玄米のびっくり炊きっていうのをやってみようと思います。実は私もやったことないんですけど、なんか最近圧力鍋の記事を書いてて、あ、なんかそんなのもあるんだっていうので、まあ今までのご飯を炊いてきた経験と勘で多分いけるんじゃないかなって思ってます。それでは、皆さん一緒にやってみましょう。それではですね、分量ですけれども、今日は玄米を3合、そしてお水はですね3合プラス1杯で4合用意しました。だいたい 1.2 倍から 1.5 倍っていう感じの分量のようなので、こんな感じでやってみたいと思います。でお塩は小さじ4分の1強入れていきたいと思います。洗った米を入れて、ここに4合分のお水を入れていきます。そしてお塩小さじ4分の1強ですね、これを入れて火にかけていきます。火加減はね中火くらいだそうです。5分くらいで、こんな風に煮立ってきましたので、中火でなので、ちょっと蓋を開けてこのままね水分がなくなるまで煮ていこうかなと思います。20分炊いたところでちょうど水分がなくなりました。ここでですね、冷たいお水を入れます。びっくり水です。1倍で入れてみました。3合分のお水です。そしてこれをかきまして、そしてまた蓋をして火にかけます。再びねこんな風に沸騰してきたら、中火と弱火の中間ぐらいに火を弱めて、ここから10分煮ます。10分煮たらこんな感じになりました。ここからさらにね火を弱めてまた10分煮ていきます。はい、これが炊き上がったところです。ここで、また蓋をして、10分か15分ぐらい蒸らしていきます。はい、10分蒸らし終わりました。炊き上がり、カニの穴開いてますね。こんな感じです。ちょっと表面ポロッとして見えましたけど、底の方を見ると結構しっとりした感じで、いい感じに炊けてます。天地返しをして完成です。完成しました。色がね白っぽくてあっさりした感じ見て取れますね。どんな感じか食べてみたいと思います。若干固めの仕上がりではあるんですけど、意外とうまく炊けてます。なんかこう皮のプチプチ感が残ってて、中がすごくちゃんとアルファ化されてこう芯が残ってる感じがないんですよね。でこの硬さ、固めっていうのはお好みで、好きな人は好きかもしれません。なかなかプチプチした感じで、土鍋で炊いたのともちょっと違う、圧力鍋で炊くのと土鍋で炊くのの、まあ、その下にはなっちゃうんですけど、鍋がない時これもいいかなって、全然いけます。玄米食べてみたいけど鍋がないなっていう方で、炊飯器ではうまく炊けないっていう方がいらしたら、これは試してみる価値あると思います。ぜひ試してみてくださいね。
じゃあねー。最後までご覧いただいてありがとうございます。番組が気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。